はい、それでは、こんばんは。こんばんは。今日から始まりました、今宿テレビ新番組、今宿ホットライン。この番組はですね、毎回ここ福岡県の福岡市の西区にある今宿という町なんですけど、そちらの方の、住まれているゆかりのあるゲストをお招きして、今宿という町の情報を、発信しようという、そういった番組です。毎回ゲストをお呼びして、美味しいお店や、今宿の面白い人たち、いや今宿の頑張ってる企業さんたちを、情報発信していく、そういうような、番組です。で、ですね、つい先週、今宿 TV をやろうということで、ちょっとした話し合いがありまして、で、どうしていこうかねっていう話をしたんですけれども、ちょっとなかなかどうしていくかっていうのが決まらず、で、今ちょっとこの場でこれからどうしていくかっていう話をしようということで、今回今宿 TV を企画していただいた、3人の方にお越しいただいて、今日は来週からどんなゲストを呼ぶのかっていう話をしていきたいなと思います。で、基本的には毎週水曜日の20時から21時までユーストリームで放送させていただいています。ということで、ちなみにここ建築マニアさんのスタジオを借りて、生中継で放送させていただいております。目の前には社長さんが見られてお座りの本当は今日社長さんゲストとして呼ぶ参加される予定だったんですけど、ちょっと恥ずかしがり屋ということで、建築マニアさんの社長ですので、よろしくお願いいたします。その人もレギュラー化してね、出てくるんですね。ちょいちょいトイレとかが向こうにあるので多分現れたりすると思うので、猫かい。いや、多分時間余ったら最後マサシの部屋で、ああそうだ、無茶ぶりをちょっとしたいなと思うので、まあ、こんな感じでちょっとグダグダしながら進めていこうかと思います。ということで、今回僕がホストを務めさせていただきます、山口と申します。よろしくお願いします。はい、ということで切れてるけどちょっと切れてますけど、では、今回ゲストということで今宿 TV を企画されています、3人の方に自己紹介をしてもらおうかと思います。じゃあまず北島さんの方から、はい、自己紹介をお願いします。はい、北島幸太郎と申します。今宿育ちですね。10年ぐらい今宿離れてましたが、8年前ぐらいに戻ってきまして、まあなんだかんだでずっと今宿にいます。よろしくお願いします。博多弁近い、博多弁は。どちらの方に行ったの？今宿の方ってどこに行ったんですか？ちょっとサラリーマン時代に、はい、久留米とか、福岡の南の方とか、まあ、転勤族でした。あれ全然映ってないってことですか？で、会社辞めて、今不動産屋をしてるんですけど、はい、それからはもうずっと今宿に住んでます。わかりました。じゃあまた今宿の話をたくさん聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは続いて、小山さんではないですか？小山さん。はい、はい、小山さん。はい、はい、小山と申します。こんばんは。駅前でですね、私は床屋さんをやっております。私も今宿生まれで今宿育ち、今年でお店も45年経つお店で、もう四半世紀っていう超えてですね、半世紀なるお店の一応2代目として、今やっております。でその中で、隣の北島君と一緒に、地元のですね、今宿小協同組合にも所属しながら、はい、今宿のために、何かやらないばという形で、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。45年の店さんということですね。すごいですね。でも結構古い付き合いかな。実際その45年続く床屋さん、切られたこととかあります？
あります、あります。あ、あります、はい、どうでした、まあ、どうでした恥ずかしいですよ。床屋さんでした。え、何歳殺されてるんですか。私、高校卒業してたから18から16歳からですね。もう、結構だですね。そうですね。4、ん、どうなるか、27年。自分の髪も自分できるんですか。そうですね。いや、お前さん、鏡見ながら、こうじゃないか。それは、ね、できないことはないけど、ね、知ってくれる人がいいから、あ、わざわざしないね。一人サロンだったりするんですか。お父さんの姿を見られて、すごいかなみたいな。なんか僕の紹介になってるいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。45年老舗なのでぜひ今宿に来た際はどうぞ。そうですね、はい、野球好きですか。野球好きなんですか。後から後からそれは前引っ張っていいんじゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、続きまして、こう言ってと詐欺山さん。はい、詐欺山です。詐欺っていう字難しく書けれなかったんですけど、道路の路の下に鳥と書いて詐欺なんですが、まあ、だいたい詐欺師と呼ばれてます。さっき北島さんに言われるけど、ザキ山って私もメール来た時にダメだろうって、ね、だいたい読まれずに道路の路に鳥って書いて分解すると分かりやすいんですけど、分解するとそうなんです。だいたい鷲山とか電話で言うと杉山とか、僕も鷲山だと、なかなか、ね、驚き山とかなかなか呼んでもらえて、ほとんど親戚ばっかりなんですけど、あ、珍しい、珍しいですね。で、私全く正直今塾には関係ない人間なんですが、逆に今塾を知りたいという視点で、今から今塾にいろんな人を呼んでいく上で、なんかもっとこう今塾のことを知らない人たちに知ってもらおうという、他の外の人たちの目線でいろんなことを提案できたらなと。で、普段はプロダクション、モデルとか、タレントさんたちを扱っているようなモデル事務所で、マネージャーもしてたりとか、あとボーカルの先生もフリーでやってたりとか。じゃあゆくゆくそういったコーナーも、歌のコーナーも、ボンボン出していきたいと思います。寂しい、寂しい。まあ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 、ということでよろしくお願いします。お願いします。ちょっとずれてます。微妙な音が遅れてきますそうですね、今宿の話をすると、僕も今宿出身じゃないので、厳密にはこの2人方が今宿、純粋な今宿チームということで、今宿っ子ということで、社長も、はい、恥ずかしがりやん。そこにいますけど、社長はずっと今宿今宿です、ね、はい、今そこに出られました。今宿か、はい、こういうこともありつつ、そうですね、ちょっとハプニングもありつつ、ナギ選手初めてのもので、急遽始まる前に買い出しに行って、もうケーブルが足りないということで、また直すもんで、始まって8分でグダグダ感が出てそうですね、はい。それでは、ですね、自己紹介が済んだということで、これからはコーナーということで、一つ、始めたいと思います。でですね、冒頭にでもお伝えしたように、こちら今塾 TV 今塾ホットラインっていう番組は、今塾に関わる人たちを呼んで、今塾の、いいところとか美味しいお店の情報だとかっていうのを発信してもらう、そういった番組なんですけれども、現段階でまだ誰を呼ぶかっていうゲストが、決まってません。で、来週これ第0回目の放送ということで、あ、0だったんですか。1って書いてありました。1って書いてありました。すいません、0にしておいてください。覆面トークじゃない、一応企画考案者なので、正式に来週から第1回目ということで、ゲストを呼んでお
話ししていきたいなと思うんですけれども、まだ来週やるにもかかわらずゲストが決まっておりません。ということで、この場でちょっと決めようかなと思い、今回皆様に集まっていただきました。カーテン。そうですね。でですね、今からですね、ちょっと時間、視聴されている方には大変申し訳ないんですけれども、ちょっと時間があるんですけれども、ちょっと皆さんに、今宿 TV にぜひ呼んで、今宿の情報を発信してもらいたい人、来週第1回目で発信してもらいたい人を紙に書いていただきますので、それを中心にちょっとこれから話を進めていこうかなと思います。ということで、皆さん、急ですが、ぜひ来週第1回目に呼んで、話してほしい人を、特定の、名前でもいいので、抽象的に、なんか美味しいうどんを作る人とか、もうそういう抽象的な言葉でもいいので、書いてもらいましたので、ちょっと僕も書こうと思います。一つですか？一つ、そうですね、一つですね。一つお願いします。これっていう人。静かになるので、この時間なんか社長に繋いでいただけたらありがたいんですけど、全無視です。社長は、社長はどう見てますね。はい、はい、わかりました。ちょっと待ってください。まだ、まだ、ダメですか？まだ、はい。いや、とりあえず、いいですか？いや、まあまあまあ、まだ、僕が振るので。僕が振るので。なるほど。ダブだよ、なかなか。これ、つなぎ、つなぎ。あ、つなぎで。はい、じゃあ、この方で。IJK48 で今宿に住んでる48歳の人を待ちで、おー、なるほど。だからこう一瞬でこう間違えんかな。ちょっと引っ張ってね。まあ引っ張って引っ張って。